日常運動の食うたにようこそ。さて本日の時間こちら、ではごゆっくりお楽しみください。こちらスターバックスのシュトーレンとジンジャーブレッドクッキーを食べたいと思います。スターバックス、何年か前にサンベーカリーを食べてからでも本当クリスマス前にシュトーレンを食べるのが楽しみだと思います。カルディとかもやってるんですけど、今年はスターバックスです。で、なんかこのスターバックスのシュトーレン結構な人気みたいですね。なんかオンラインストアにすぐ完売になるとか。で、店頭の時に自分は店頭にいた時には何とかあったんですけど、その人気の秘密はこのポーチではないでしょうか。赤くて可愛くて確かに好みですけど。で、中身はうわぁ、見えねぇ。お、相当に、相当防御されてるなぁ、これ。どこで開け、どっから開けるんだ。こうか。おー、ちょっと、真っ白で、綺麗で雪みたいな粉砂糖がかかってますね。これ、外に出したいんですけど、出したら間違いなくもうこの辺りが大惨事になると思いますので、もう、このまま行かせていただきます。それでは、甘そうな香りがする。いただきます。シュトーレンはこのシャリッとした食感とジュワーっとくるドライフルーツの酸味がいいんですよね。スターバックスのシュトーレンもやっぱりそれは当てはまってるな。だけどお値段が他のシュトーレンと比べて張ることを思うと、これはどうなんだろうな。もちろん甘くて美味しくはあるんだけど、やっぱりあのお値段の理由はなのかな。チャンネル登録よろしくお願いします。続きましてはジンジャーブレッドクッキーです。なんかこっちにも入ってるんですけど、なんか商品自体は目立たせるのか、こんな風に包まれてないやつも入ってましたね。この家の缶もまた可愛いですね。何か入れるのに使おうかな。で、結局無駄なものを、無駄なものを入れて、なんていうのが自分のパターンなんですが、クッキーは無駄ではありません。さっさと、暗くなる前にさっさと、いただきましょう。可愛い見た目ですね。でも、食べちゃう。おや、形が違いましたね。さっきのは明らかにクマさんでしたけど、こちらは人型です。形が違うから包まれてたんですね。ではこちらもいただきます。確かに生姜の味はするけど、そこまで強烈に来るわけではないね。以前飲んだラテと比べてもはるかに控えめで、苦手な方でも食べやすいクッキーになってるかな。だけどそれだと体にいいっていう部分はちょっとどっかに行っちゃうかな。まあそれも仕方のないことなんだけどね。こちらのポーチに入っていたシュトーレンは、外側のそのシャリッとした食感と中のドライフルーツのジューシーな果肉がしっとりとした生地に見事にマッチしていましたね。なんかシャリッときてジュワーッと広がってきて、なんとも楽しい気分にさせてくれる、そんなシュトーレンでした。従来食べてきたシュトーレンとそこまで違う何か変化球があるわけではないのです。安定した美味しさではありますが、もうちょっと尖っててもよかったかなとも思いました。ですが人気があるのも納得ですね。ポーチだけではなかったのかもしれません。そしてこちらのジンジャーブレッドクッキーは、以前スターバックスでジンジャーブレッドラテというのを飲んだんですが、その時は結構生姜が強かったので、これも強いのかなと思ったんですけど、やっぱりクッキーということもあるのがそこまで強烈には来なかったですね。サクサクっと程よく食べ進めることができる、だけどほんのりピリ辛も来る、そんな感じイメージのクッキーでした。なので生姜を求めている方には物足りないかもしれませんが、甘さ控えめのクッキーが食べたい方にはおすすめですね、こちら。ですがやはり自分は今回シュトーレンの方を推したいので、シュトーレンを代表として5点とさせていただきます。はい、それでは寒中水泳、朝からやるのをやめようよ。やめた方がいいのかやった方がいいのかどっちなんでしょうね。
ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演武終演、日常演武の食の旅、ようこそ。さて本日の旅はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。